えー、僕は旧武大学薬学部出身の職です。先日、車取引のビッグモーターが保険金見積まし金の件で大炎上しました。報道や小学発によると、会社の幹部から店長に対して殺すぞなどのパワハララインや、全国の店長が街路樹に除草剤をまいて枯らしたり散々でした。そして社長も社長も新社長も知らを切る決めます。日本では内部国家や企業のブラック体質があっても、なぜすぐ世間に出回らないのでしょうか。まあ、芸能事務所と一緒で、あの、 もう、うとかよりも、その会社が仕事をくれるんだったら、その会社のそのまま温存させた方が得だよねって話だと思ってね。うん、いや、その、山下達郎さんが、確かジャニーズ事務所についても書いてたと思うんですけど、まあその、ジャニーさんというすごく優秀な人が、ジャニーズ事務所の中でタレントを育てて、で、それに音楽を提供してきて、んで、感動してたファンもいるよね。それでいいじゃんっていう。 まあ、デヴィ夫人も同じように考えてたんですけど、で、その、えっ、ー、と、その、良いことを社会に対してやった部分はあるのですが、でも未成年に手を出すのはまずいよねという、核の部分があるのであれば、それはそれで裁かなければいけないよねっていうのが、その正義と利益っていうので、別々のことだよねっていうふうに考えるのが、他の国だと多いんですよ。で、中国とか日本とかの人知主義の場合は、 その利益があるんだったら、正義は後回しでもいいよね。で、多分ビッグモーターで働いてた人っていうのも、その、まあ、高い給料くれるんだから、除草剤をまけって言われたら、それはまきますよと。で、本来であれば除草剤をまくのは違法行為でよくないことだよね。なので、そのいくら給料をもらってでもやっちゃだめだよねなんですけど、まあ、今の自分の役職とポジションと給料が維持されるんだったら、除草剤ばらまくぐらい別にいいんだねっていうふうに考えるっていうのが、日本の人の多くの人の考え方なのかなと思います